南條ヨシノ N のラジオ。こんばんは、南條ヨシノです。新しい週の始まり、いろんな話題でおしゃべりしながら、みんなでこの1週間に立ち向かう元気を手に入れようという、とっても前向きになる予定のラジオ、それが N のラジオです。4月の24ということで、昨日は、ツアー初日だったはずです。例によってね、私まだそこの時空に追いついてないのでわからないんですけど、どうですか、23日の私はうまくやっていましたか。もういつも不安、この時間まだ経験してないライブについて喋るとき、イベントについて喋るとき、いつも不安だって。とんでもないミスとかしてたらどうする。いや、南條さんこうは言ってますけど、とんでもなかったですよ昨日。そっかさ、なってたらどうしようとかっていう気持ちもありながらいつも喋ってるんだけど、今のところ大丈夫だから、きっと大丈夫かな今回も。いや、なんかすげえフラグ立ててない私。はあ、怖いよ。まあ、楽しんでいただけていたらいいなと。とんでもないミスしたことあります？私ないのよ、ない。昔ね、フリップサイドやってる時に、あのね、あれは私がみんな、歌詞を間違えて歌が止まっちゃったって思われた事件があったんだけど、違うのよ、演奏を間違えてたの、後ろの当時のベースの人がね。それであれ繋がんないって思って歌が止まっちゃって、でもう一回やりましょうっつってなったんだけど、あのとステージ上では私自分で間違えたと思ってたの。なんか歌えなくなっちゃったなと思って、間違えちゃったって思って歌い直したんだけど、全てが終わった後、ライブがね、楽屋にバンドだったかそのベースの人だったか来てくれて、すいません、あそこ間違えたの自分なんですって言って、そうだったなみたいな。そうで、私はってことは、じゃ私ちゃんと自分のことしかもういっぱいいっぱいで見えてないと思ってたけど、ちゃんと後ろの演奏の音、ベースの音聞けてたってことですね、よかったって言ったのが、その人にとってすごい救いの言葉だったらしくって。だからあれ私のミスじゃないんだよ。おかしいな、今言うと強いんだな。私のミスじゃない。そうだね。あとはスキップトラベルっていうね曲があるんだけど、それで荷物持たないで、まあ、財布だけ持ってって現地で旅先でね、買っちゃえばいいじゃん、身軽に旅しようよっていう曲なんだけど、ね、荷物持たないで買っちゃえ全部みたいな歌詞があるんだけど、財布持たないでって言っちゃって、財布持たなかったら何も買えないなっていうのがリハであったりとかね、えあったけど、本番はまあなんとかかんとかやれてるんですけどね、どうかどうか。23日の私も無事にツアー初日を終えられて、皆さんが楽しかったって言ってくれてるといいんですけど、怖いですね。ということで、祈りながら今日もやっていきたいと思います。皆様ハッシュタグ N のラジオをつけて、どんな感じだったかはやんわり内緒にしつつ番組を盛り上げてください。あの曲やってたよとかね、まあ、そうだね、後で来る方の楽しみも取っておけるような形で、はい、ツイートしていただければ嬉しいかなと思います。それでは始めていきましょう、南條ヨシノ N のラジオ、今日もお付き合いよろしくお願いします。南條ヨシノ N のラジオ。
どうもこんな始め方してなかったじゃん今まで。はいどうも改めまして、南條しのです。若干のよだれを感じましたけどね、じゅるりと。さあ、最近の私についてね、まあ、どうしましょうかね。まあ、ツイッターで髪を切りたいみたいな話もしたりとかいろいろしましたけど、髪はねもうちょっと伸ばそうかなと思っています。せっかくここまで伸びたので。いやでも伸ばすつもりじゃなく伸びちゃったので、もう毛先の方もブリーチがすごいのよ。もうハイブリーチしまくった形跡がさ、履歴がすごいから、だから今度伸ばすならちゃんと綺麗なねブリーチしないで伸ばしてみたいなって思ったけど、多分もうこんなに伸ばすことはないでしょうおそらく。いや本当にねロングヘアを維持している方尊敬します。だしまあ、ロングのね女の子とかが、まあ、男性とかでもロングの方いらっしゃるけど、こう遊びに行きましょうとかご飯に行きましょうって言った時に綺麗な姿で現れてくれることに本当に手を合わせた方がいい、感謝した方がいい。もうできないんだから、そんな綺麗な状態でいられない。綺麗な状態で来てくれたってことはそこに至るまでに時間をかけてくださってるっていう、はい、感謝をねした方がいいということを私はね身をもって体験しました。起き抜けで髪の毛が綺麗な人、まあ、たくさんいると思うんだけど、私は三森すず子、しか知らないっていうか他の人の寝起きも知らないし、なんならみもちゃんの寝起きも知らないんだけど、聞いたことがあるの。なんかみもちゃんになんかねリハかつてね踊るやつのリハやってる時とかなんかもうさ、なんていうの、切羽詰まってくるからもうボサボサだったり、なんかこう前髪切ってないけどいいやみたいなのとか、カラーもいけてないけどいいやみたいな状態でもうボロボロの自分で行く日が増えてくるわけだのに、まあ、すっぴんとかね、だのにみもちゃんは髪の毛がいつも生きてて、もうダンスすると髪の毛も一緒にダンスしてんの。もう何言ってるか分かんないと思うけど綺麗なのよ、とにかく弾んでんの髪の毛が。だから私みもちゃんにさ、なんでみもちゃんってそんな髪の毛生きてんのみたいな、単体で生きてるぐらい綺麗に見えてて、寝起きからそうなのって言ったら、うんそうだよみたいな言ってて、みたいな、そんな人いるんだって。でそれからダンサーさんがみもちゃんが使ってるシャンプーみたいなのを聞いて、これを使えば三森すず子の髪になれるって言って教えてくれたんだけど、まマジでって言って、私も使ったよ、使ったけど三森すず子の髪にはなれなかった微妙にパサパサの細い毛が絡まる私の髪の毛だからね、まあ、中にはそうやって起き抜けから完璧な三森すず子の髪の毛を維持してる人も他の人の髪だったらそれは三森すず子の髪じゃないんだけど、みもちゃんの髪みたいなね綺麗な弾力のある髪の毛を起き抜けから維持してる人も世の中にはいるんだろうけど、でも大半はねそうじゃないと思うんだよね。だから本当に私は自分がちょっと伸ばしてみてロングヘアの人を尊敬するって今すごい思ってるあとみもちゃんの髪は本当にすごい、本当にすごいそうね、全然違うこと話そうと思ってたのに意外と話が盛り上がっちゃったな、みもちゃんの髪で。え、いいの他の話も。いやそんな、前にさ1月に女子楽のイベントやったじゃない。そこで女子楽メンバー集合して楽しくなっちゃってご飯行こうって約束して、ちょっと前だけど行ってきたのよ。いやすごい楽しかった、あっという間だったよ。なんだろうね、あの落ち着く感じ、ワイワイしてないんだよね私が行く飲み会ワイワイしてないんだよね。かやのいひよっちもそうだしワイワイしてないのよ。そう
美味しいタイムを挟むからね、ご飯が来たら一回話は中断して、美味しいねこれ美味しいねっていう時間があって、すごいあの3人でね食べる時間も幸せだし、女子楽も女子楽ですごい幸せだし、なんかね何話したんだろう、全然わかんないけどあっという間だったんだよね。でまたやしたいねっていう話はしたんだけど、まあ、ちょっとねのんちゃんの体調とかもいながらにしたいねっていうのもあるので、また女子楽メンバーでも集まってご飯会したいなと思っているんですけど、まあこうね女子楽も10年前以上前になるのかなの作品ですけど、それでもこうやって集まるとね、当時の空気感のままみんなでご飯食べれたりするのはすごい嬉しいしありがたいし、これは年数が経ってるからこそ感じられる幸せなんだなみたいなのをね思いながら食べてました。でもねお酒飲むのがもはや私しかいなくなっちゃって、酒豪ののんちゃんがねやっぱ体をね気をつけなきゃいけないじゃない。でみんなに飲む飲むって聞いたら、いや大丈夫みたいな感じで、私だけ飲んでたんですよね、うん、ちょっと寂しい。いやでもそれでも楽しかったから大丈夫なんだけど、申し訳なかったかな、寂しいっていうより、なんかすいませんね我慢できない子みたいでいやでもすごく楽しかったよっていう、なんかおかしいねこういうこと話したよみたいな話もっとできるかなと思ったけど、本当に何話したのかあっという間だったなっていう、お便り紹介しよう、まあ、その報告もねあの皆さんにもしたいなと、言ってきたんだよっていうね、お便りです。にゃん先輩からいただきました。なんじょさんこんばんは。こんばんは。先日我が家に新しい車がやってきました。主に妻が使っていた車を入れ替えたのですが、かれこれ14年余り家族旅行とかファミリーユースとしても使っていて、いろいろ思い出が詰まった車だったので、引き取られていく姿を見てなんだか少しセンチな気持ちになってしまいました。いやーなるよそれは。南條さんは車はお持ちじゃないと思いますが、何か思い出が詰まった愛着のあるものを手放して少し残念な気持ちになったなんてことありますか？テレビですね。前使っていたテレビ、もうなんかこうだましだまし使ってたんだけど、画面の下3分の1ぐらいがなんかもう黒くなっちゃって、割とでしょ、でしょ黒くっていうか、なんかこうなんていうの、水面に映った、水面に映ったこう反射みたいな感じになっちゃって、わかるかな、うん、でもだましだまし使ってたの、まあ、だからそれでデッドバイデイライトとか、あの暗めのね画面が暗めのゲームやると何にもわかんなくて、本当味方の人たちにご迷惑をかけることになって大変だなと思っていたんだけど、そんなテレビもある日私がそのテレビの前でねうたた寝をしてしまって、あやべえ寝ちゃったって起きたら、もうなんか画面の真ん中に筋が一本横にずーって出て、もうお亡くなりになっていたの。確かそうだったと思うんだよね。寝てる間にダメになったかって言って、最後まで私にやつは元気な姿を見せて、なんてけなげなんだって言って、だからもう買い替える時すごい悲しかった。もうつかないんだけどその子なんだけど、まあ新しいテレビをどれにしようかなって見てる時、探してる時はワクワクするのよ、おこんな機能もあんのかとか、ちょっとじゃあねインチ画面でかくしちゃうかなとか思うんだけど、よしじゃあこれにしよっかなって言ってスマホ閉じて目の前見るともう動かなくなったあのブラビアがいてあーみたいな、こいつともいろんな思い出あったなって、だからその新しいブラビアが来て新しいブラビアが来て古いブラビアが回収のおじさんの手によってカバーに包まれて運ばれていくのがもう悲しくて、はあもう本当にありがとう今まで悲しい、はあ、
るって思ったけど、新しいテレビ見た瞬間すごいテンション上がっちゃった。うわやっぱ綺麗だな。音も全然ちげえや今までとみたいなねことがあったけど、やっぱちょっとね、でも連れてかれる姿はやっぱねおセンチになるよ。元気でねって、もうつかないんだけど、もうつかないんだけど、元気でね、今までありがとうって気持ちになったよ。次、ヒーヤンさん、ジョルさんこんばんは。こんばんは、事前予約していたジャニトラツアーのパンフとカレンダー届きました。本当はライトやリュックも欲しかったのですが、予算が足りずぐぬぬぬぬ。今回は等身大というか、今の南條さんの年齢に合った大人っぽさというか、しっとりとした感じの写真が多くて、これはこれでグッとくるなと感じております。とりあえず今回のカレンダーのようなオシャンティーな作りのものを買ったことがないので、紐の結び方に戸惑い、一度間違えた後うまく結べましたと思う。よかったよ。カレンダーの日付などの文字がちょっと絵本チックなのがとても気に入りました。可愛いです。これから1年毎月カレンダーをめくるのが楽しみです。ありがとうございます。そう、事前で買ってくださっていた方は、もう24日なのでね、もうツアー初日も終わっていますが、届いていたよ、届いたよみたいなのとかもね、ツイッターとかで拝見させていただいておりましたがね、今回も気に入って楽しんで使えてもらえているといいなと思います。でもね、ヒーアンさん、予算がっていうことなので、しょうがないですけど、ライトとリュックが結構目玉商品でしたね。カレンダーも目玉というかあれですけど、やっぱね、一応毎年カレンダーここ最近ね出せていたので、今年だけないとちょっと寂しいかなということで、ちょっとツアーに合わせてタイミングを出させてもらいましたけど、なんかね、壁掛けのカレンダーで、で紙質もなんていうのかな、ツルツルしたものではなく、ちょっと画用紙っぽいというか、ザラッとした、で真っ白ではなくてオフホワイトみたいなのに、ま、写真と下には日付がありまして、そのつなぎ目を金具ではなく麻紐で結んでいただき、壁にかけていただくという、もう全然説明できませんけど、特設サイトに画像が載ってますのでね、ぜひ見てください。はい、なんかちょっとオーガニック感ある感じのカレンダーにねしてみましたので、興味あるよという方はぜひぜひ使ってやってください。今からでもぜひ、というわけでね、お便りも以上です。ありがとうございました。これからも私への質問、疑問、やってほしいことなど何でも OK です。お便りお待ちしております。それではここで1曲お届けいたしましょう。ツアーが始まったということですので、こちらの曲を聴いていただきたいなと思います。南條佳乃でジャーニーズトランク。その途中で拾い集めたものは、一人では見つけられなかった奇跡という輝き、ただただ理想だけ追いかけていたよ。
条よしの N のラジオ。10年レター。私南條佳乃は昨年でソロアーティストデビュー10周年、そんな10年という数字にちなみまして、皆さん自身からの10年前10年後に送る短いお手紙を募集しています。私が心を込めてそのお手紙を10年前か10年後にお届けいたします。ちなみに10年前豆知識シリーズ2013年はあのアマちゃんが放送された年だぞ。ジェジェジェということで、今日も読んでいきましょう。太陽のマリチャさん、10年前の私へ。10年前の私にお願いがあるよ。なんとなく食わず嫌いをしているナス、一回食べてみて。私の味覚とナスの相性は抜群に良かったのよ。本当に美味しい。それなのに今に至るまで食べなかったものだから、私は10年分の損をした。10年あればすでにどれだけのナスを食べられていたのだろうか。ちなみに今ではお庭でナスをひっそり育てて食べるまでの愛があるよ。早く食べようね。もうナスは美味しいよ。10年分ナス料理逃してたのはそれは辛いね。煮びたし、揚げびたし浸してく焼きナス、うん、私は何と言ってもそう思い出しました。ナスの味噌汁が好き。自炊しないもので忘れかけていましたね。はい、私はナスの味噌汁が好きです、ね、1,2,3,4 つしかナスの料理出てきませんでしたけど、はい、それだけあれば私はナス結構満足に食べられますね。うん、食べられるようになったものある？あ、タピオカ。あの流行ってる黒いでかいタピオカじゃなくって、なんかちっちゃい白いやつ。なんかあれね、ちっちゃい時に近所の中華屋さんに行ってデザートであったわけよ。タピオカココナッツミルクみたいなやつ。なんか憧れがあって毎回頼むんだけど、毎回うえって言っていらないって言って、お母さんにお母さんやっぱいらないって言って、またお母さんもねいつも食べないのになんか頼んでくれるんだよね。でそれで毎回毎回ちょっと成長するたびにもう食べられるようになってるかもしれないと思って頼んで食べて、おえっつってやっぱいらないみたいな、食べれないっていうのをやってたんだけど、10代の後半ぐらいかな、コンビニにタピオカココナッツ、あ、タピオカココナッツミルクみたいな、このなんかねカップに入っててペリペリってなんかプリンとかが入ってるような容器に入ってるのがね売ってた時があったんですよ。今あるのかわからないけど、その時に私小さい時めちゃくちゃチャレンジしていつも負けてたと思った、思ったって終わっちゃった思ったのを思い出して急に完結したい話が思い出して、買って食べてみたら美味しくて食べれるってなった。あの日から好きですね。そのぐらいですかね。より好きになったのはパクチー。なんかね好きでも嫌いでもなかったんだけど、とある、サマーズさんの番組で、あのね山盛りもりもりのパクチーをお二人がうまいうまいって言って食べてるのを番組で見て、わあ美味しそうパクチーって言って、それから大好きになった。なんかそれまで本当に興味ない、もうただの癖のある葉っぱでしかなかったんだけど、人があんなに美味しそうに食べてるのを見るとなんか好きになれるのかな。ね、相変わらず食べられない食材もあったりするんですけど、パクチーはねなんか大好きになっちゃいましたね。以上ですか。すいません、また私の話しちゃってごめんなさい。というわけで今日のお便りは以上です。こんな感じで皆さんからの未来や過去へのお手紙お待ちしております。
上よしの N のラジオ。してきました南條よしの N のラジオ、今日の放送もエンディングの時間です。この番組ではメールを大募集中、私への質問から希望要望、最近あったことやコーナー宛てなど、どんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてください。メールアドレスは nraji@joqr.net、 nraji@joqr.net です。また番組ツイッターもあります。 N のラジオで検索してぜひフォローしてください。ここで南條よしのからのお知らせです。南條よしのソロデビュー10周年を記念したオリジナルフルアルバムジャーニーズトランクと MV 集ジャーニーズトランクメモリアルミュージッククリップスが発売中です。また各社配信サービスでもアルバムジャーニーズトランクが配信中です。こちらもぜひご利用ください。そして4月28日発売の PC ゲームグリザイアクロノスリベリオンのエンディング主題歌を担当します。タイトルは瓦礫に咲く花。ゲームのリリースをお楽しみにしていてください。そして南條よしのライブツアー2023も開催中です。次は4月の30日の大阪公演です。現在各会場チケットの一般発売中です。詳細などはツアー特設サイトをチェックしてみてください。6月17日にはバシヒコ横浜国立大ホールで開催されるフリップサイド 20th Anniversary Festival 2023 All Phases Assembled に、そして7月の8日には FC イベントのファンクラブイベントの開催も決定しております。こちらの会場は神奈川県民ホールです。最後に現在放送中のアニメ転生貴族の異世界冒険録次長を知らない神々の使徒に会員役で出演しています。こちらもぜひご覧ください。そしてこの番組のアーカイブですが YouTube の南條よしのオフィシャル YouTube チャンネルに次の土曜日21時頃にアップされます。ぜひこちらもお楽しみください。ということで、いよいよねツアーが始まりましたが、今回のツアーはもう本当始まってしまったらトゥトゥトゥともう終わっていってしまいますのでね、迷っている方いらっしゃいましたらもう本当トゥトゥトゥって終わってしまいますから、早めに行こうと決意して、はい、遊びに来てほしいなと思います。あとは転生貴族もね24日か、今何話まで放送されてるのかな、2、3ぐらいかなね、キャラクターもどんどん増えてますでしょう本当にね、可愛らしくて癒される、テンション高いけどなぜか癒されてしまいますので、こちらもぜひねご覧になってみてください。というわけでまた次回お会いいたしましょう。お相手は南條よしのでした。今週も1週間頑張りましょう。またねー。